You're listening to Shibuya Cross FM. みんなすっかり秋ですよ。ひまわりさんでプリンセスの休日。はい、パーソナリティを務めさせていただくのは私たちひまわりプリンセスです。と2021年ひまわりプリンセス公式アンバサダー井口真央です。イエーイ、はい、ということでね、今日もトレンド入り狙っちゃいますよ。狙っていきましょう。ハッシュタグひまプリサンデー、ひまがひらがなでプリサンデーがカタカナです。とハッシュタグ渋谷クロス FM をつけてどんどん実況して番組に皆さん参加してください。そしてエゴサの女王、ひまぶりの宣伝隊長ランネン、はーい、今日も私があなたたちを、あなたたち全員ですよ、ランネンがあなたにロック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 オン。はい、今日も快調なロックオンでした、はいはい、よかった、今日は増えなかった。やっぱね、今日ね、コールの時にね、シリちゃんが、まおちゃんに無事つなげてくれてありがとうございます。なんかほぼみんなが、ですみたいな感じのちょっと聞こえたんですけどね、シリちゃんがカバーしてくれました、ということでですね、改めまして番組紹介をなっちゃんお願いいたします。はい、ひまぷりサンデープリンセスの休日は毎月第1、第3日曜日8時からひまわりプリンセスメンバーと井口まおちゃんがここ渋谷クロス FM からいつもお仕事を頑張ってる全国の皆さんがまた明日からも頑張れるように元気をお届けする番組となっています。はい、そしてですね、本日も番組へのお便りをツイッターで募集してます。今日のテーマひとみお願いします。はい、本日のテーマはハッシュタグひまぷり格付けランキングです。おー、面白そうだね。ね、ハッシュタグひまぷりさんで、ハッシュタグ渋谷クロス M、FM、FM、ハッシュタグひまぷり格付けランキングをつけて、公式のツイートにリプを送ってください。はい、お願いします。お願いします。はいはい、それとね、みんなに実況してもらってトレンド入りを目指しましょう。ハッシュタグひまがひらがなでプリサンデーはカタカナでひまプリサンデー、ハッシュタグ渋谷クロス FM、 ハッシュタグひまプリ格付けランキングで番組についてどんどんつぶやいてください。はい、例えば、うん、今日もまおちゃん可愛いし面白いしどうしようもないなど、どうしようもないなどね。あのね、番組中もしかしたらね、ツイート読まれるかもしれないので、はい、皆さん張り切ってツイートしてください。はい、ではですね、自己紹介ねしていきましょうか。今日は秋を感じた瞬間とともに、ね、自己紹介お願いします。ではまずひとみん。はい、ひまぷりのリーダー、食べるの大好き現役女子大生の千花ひとみです。よろしくお願いします。ひとみん、私はもうまさに昨日秋を感じてきたんですけど、道を歩いてたら銀杏がたくさん落ちてて、もうなんか秋だなって思いました。だから早くイチョウの木が紅葉になって、なんかイチョウ並木を歩いたり写真を撮りたいななんて思ってます。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、では次はじゃあイーサちゃん。はい、はい、ポジティブ思考のサバサバ系女子、エリサこと永江エリサです。エリサ、はい、私はですね、また全然ちょっとあれが違うんですけど、うん、私夏サンダルを履くのがすごい大好きで、はい、もう裸足でね履けるサンダル大好きなんですけど、うん、もうそろそろちょっとサンダルダメかなって思い始めた時に、うん、ちょっと秋になってきてしまったなと、私夏が大好きなので、うん、ちょっと秋になってしまったなってちょっと感じました。ひとみサンダルだけどね。あ、そうなの。ちょっとまだ夏を捨てられずにいる私。さっきね、ここに来る途中でずっとその話してた、うん、取り残されてるね。いやでもなんかちょっとそろそろね、もうお洋服もカーディガンをちょっと羽織ろうかなとか、肌寒くなってきたもんね。肌寒くなってきて、ファッションがね少しずつこう変わった時に私は秋だなって思います。今日もよろしくお願いします。はい、では次なっちゃんお願いします。はい、みんなの胃袋を掴んじゃう癒し犬天然隊長なーちゃんこと早間夏実です。よろしくお願いします。なーちゃん、秋を感じる瞬間はお布団のシーツとかを、寒くなってくるとちょっとモコモコ系に変えるんだけど、それを変えた瞬間で、なんかなんだろう、
モコモコって寝るのが好きで、モコモコってね、そう、なんでもね、なんか結構モコモコが好きなんで、周りを肌触りがいいものとかに変えると、うんうん、秋とか、まあ、もうちょっとで冬だなみたいな感じに感じます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いはい、お願いします。はい、ではですね、次はじゃあランネ。はい、ひまぺりの宣伝隊長、みんなのお姉ちゃん、ランネこと笠井ランです。よろしくお願いします。ランネ、秋を感じる瞬間、かじる、秋かじろうとしてた。あ、そう、秋を感じる瞬間は、ランネ大学生の時に結構アパレルでバイトしてたから、なんかこうショッピングとか、まあ、ウェブサイトとかでも見てても、うん、セール品が、夏のセール品が減ってきた時に秋始まったなって思う。ファッショナブルな感じ方ですね、うんうん、ファッションねって感じです。はい、今日ね、しかもね、あの久々にひまぷりメンバー私服だからね、あの秋コーデ皆さんぜひ楽しんでください。はい、では次、しりちゃん。はい、今日もみんなたくさん来てくれて、ナイスナイスな今時女子、成田朱里です。よろしくお願いします。朱里さん、はい、私が秋を感じた瞬間は、うん、なんだろう、いつもは金木犀とか匂ったら感じるんだろうけど、なんかまだ金木犀匂ったことなくて。マジで、もう終わっちゃったよ多分、うん、あ、早くない？多分結構ね、金木犀は9月とか で台風で散ってくみたいな。あ、そうなの？うん、ポロポロ落ちてく。これからかと思ってた。もう終わった。私は秋を感じる瞬間は、なんか私がこの服を着ようって思った時かな。あ、この服を着ようと思ったらちょっと肌寒いのかなみたいな感じる時が秋なのかなって思いました。よろしくお願いします。はい、ではちっちお願いします。はい、皆さんの幸せは私の幸せ、幸を届けます。ちっちこと入内島あかねです。ちっち、もう私ね、金木犀大好きなのね。で、シュリタも金木犀って言葉で出ておってなっちゃったんだけど、なんか7月は嘘、あの8月、うん、9月かな、もうなんか地元がすごい金木犀すぐ咲いてすぐ香ってきて、あ、もう秋だなってしみじみ感じてて、今日もね、朝出るときにね、あの金木犀の木を取ってストーリーにあげました。金木犀が感じると秋来るなってすごい思います。大好き、金木犀の匂い。いい匂いだもんね、私も大好き。え、何、どうした、何で笑ってるの、何かありますか。私は気づけなかったなみたいな。いや、違う違う、なんかすごい昨日こもってね、ふーんって。あー、だって、え、だって、いや、シリはすごい言われるんだけど、うん、すごい感情こもってないって言われるんですけど、シリは金木犀気づかなかったんだからしょうがないよね。気づかなかった、これからかなって思ってた。はい、じゃあ自己紹介させていただきます。はい、ひまわりプリンセスのご意見番、みんなお仕置きます、バンダイユイカです。よろしくお願いします。ユイカちゃん、はい、私はね、あの秋はまあね、あの食欲の秋って言うと思うんですけど、うん、まあ、味覚の秋みたいな感じで、うん、秋 の、 その梨とか柿のフルーツが大好きで、うん、でね、去年さ、なーちゃんにさ、誕生日の時に、あの柿のケーキを作ってもらったぐらい、もう本当大好きなので、あのまだ柿はまだもう、まあ、もう出てるけど、まあ、もうちょっとかなって思うんですけど、梨はね、もう美味しいのがたくさん出てるから、うん、梨をいつも、うん、あのデザートで食べるのが、楽しくて秋を感じてます。うん、あのみんなも食欲の秋でいっぱい食べましょう。はいはい、はい、食べましょう。はい、食べましょう。はい、食べようね。はい、ではじゃあ、まおちゃんお願いします。はい、お米とお酒とお金が大好きなアラサー女子、樋口真央です。え、新しい。みんな、どうしたの、真央ちゃん。みんなを真似して、なんかちょっとキャッチコピーを変えた。ありがとう。でも、はい、嬉しい、いいと思います。なんか内容がリアルだった、すごい。内容がね、なんか衝撃的なワードチョイスでしたけどね。というわけで、私が秋を感じるときは、なんか実家が新潟県出身なんですけど、うんうんうん、あの実家に帰ったときに、お母さん今日の夜ご飯何って聞くと、今日は新米だよって言って、新米が出てきたときに秋を感じますね。新潟ってさ、お米のさ、産地だっけ。そう、うん、そうそう、名産地ですね。そうね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。なんか新之助っていうお米が、なんかコシヒカリよりもさらに美味しいっていうか、高級で、うんうん、なんかぜひぜひみんなに食べてほしいなって、食べたい、ピッカピカで本当に美味しい、食べたいね、いいな。はい、ではですね、ここでちょっとね、あのまたメンバー一人登場しましたので、お料理に自己紹介してもらいましょう。秋を感じた瞬間とともにお願いします。はい、
みんなと、みんなと両思いになりたいな。甘え上手なぶっ飛びお嬢様、ひつい涼です。よろしくお願いします。おりょー。はい、ちょっと息が出てない。お涼はね、ちょっとね、イベント頑張ってましたから、それで駆けつけてくれました。なんか前にもお話ししたんですけど、どんぐり落ちてる瞬間というか、どんぐりが落ちてたら、うん、秋だなと思って、うんうんうん、松ぼっくりとかなかなかもう秋以外見ないので、うんうんうん、なんか結構そこで感じたりとかしてるんですけど、皆さんでも公園とか行かないと見れなかったりするからあれですよね。じゃあみんな公園行って秋を探してください。はいはい、メッシーちゃんいい返事だね。本当に探すか。はい、じゃあおりょうね、ここからラジオ一緒に楽しんでいきましょう。はい、はい、では、ここでね、一曲聴いていただきましょう。はい、この曲は私がサブウェイ公式モデルを務めさせていただいてるんですけど、そちらの SNS 公式ソングになっております。 MV 撮影もこの間撮ってきたので、 MV 公開楽しみにしててください。それでは聴いてください、片思いデリバリー。本日はこんなコーナーをご用意しました。さっさと決断しろバカ野郎。おー、どんなコーナーなんですかね、これは。ちょっと怒ってます。今プリのメンバーみんな優しすぎて、何かと決断力が、決断力、決断力が、もう怒り慣れてないのもバレちゃうんですけど、うんうん、ないぞと。決断をもっと早くしてほしいなと思って、ね、もうみんな どうぞどうぞだもんね。そう、どうぞどうぞだから持ってきました。しょうがないな、ね、じゃあ、まあまあね、確かに。しょうがない、まあね、まあ、そんなね、ランネーのね、怒り持ち込み企画なんですけど、はい、今日ね、テーマ決めたんだよね、決断力を決めるために、はいはい、はい、ですね、まあ、ひまぷりメンバー、まあ、みんな食べるのとかね、すごく大好きだと思うんで、もぐもぐ、しょっちゅうしてます、うん、なんで、もし、人生でこれしか食べられないっていうのがあった時の、まあ、究極の決断を今してもらいましょう。もう、もう今日からだよ、今日からもうこれだけしか食べちゃいけないのよ、多分もう、ね、みんな食べ物大好きだからね、それ以外の、うん、食べ物は世の中から消え去ったっていうことですよね。そうだよ、1個だけ、1個、うん、これだけ、1種類、これだけ、1種類、同じ似てる種類とかじゃダメなの、ダメダメダメ、カレーライスとかはダメなの。カレーライスはいいよね、カレーライスはまあいいんじゃないですか。あれでしょ、シュリカレーライスにしてドライカレーだ、あのカレーライスだ、甘口、辛口、シーフード、なんとかチキンって分けようとしてる。うん、え、そうなのかと思った。1個じゃないからダメかなって思ったってことでしょ。ご飯ならご飯だけがいいのかなって話でしょ。別にいいんじゃない、お料理、そこまでは、そこまで厳密じゃなくて、そういうことね、料理としてね、うん、別にね、料理として1個、うん、そしたらオムライスとかも、じゃあ卵とご飯分けなきゃいけないとか、ね、そんなに厳密じゃないですよね。そういうのを迷うなって話、はい、そう、もうさっさと決めろと、これ、これ決めましょう。はい、じゃあ、まおちゃんにもせっかくだから答えてもらおう。
そうね、はい、しか食べちゃいけないもの。じゃあ書いて、食べちゃいけないけど、これしか、もうこっから始まってるから、みんなもうささっと書かなきゃダメだよ。いやもう私決まってるから、はい、お、いけます。なんかわかる外れてたらやだけど、エリサちゃんわかる、うん、すごい。なんか見てる。でも多分ね、多分違うよ、多分、うん、これちょっとあのマーカー、多分ゆいかちゃんが思ってるやつじゃないと思う。あ、でも、あ、こっち側あるわ。大丈夫、うん、ランネかけたよ。私もかけた。みんなはかけた、かけた。リーダーまだ？リーダー早く。圧が強い。ちょっと。圧が強いよ。終わってる？終わりました。そんな。すごいね。各スピードの速さから競われてる。うん、これなんだろうね。決断はしてるようだよ。逆に抑えたらどうなるんだろうね。迷ってないですか？大丈夫ですか？はい、じゃあみんなで一斉ので出しちゃおうか。はい。はい、では行きましょう。はい、では、人生でもうこれしか食べられないと言ったら何でしょう。せーの、ドン。じゃーん、見えないね。じゃあエリサちゃんから言ってみましょうか。エリサちゃんは、エリサちゃんこれダントツ納豆ご飯です。ちょっと迷った、迷った。いや、うん、だって納豆も好きだもんね。うん、3食納豆ご飯でもいいもんだって別に。めちゃめちゃ痩せそうだね、うん、全然私あの納豆ご飯しか食べれなくても不幸せじゃない。そうなんだ。不幸せじゃないです、全然。迷ってしまった、はい、え、私も迷ったんだけど、似てる系からいい、うん、卵かけご飯。いや、なんか納豆と卵かけで迷ったんだけど、なんか卵ってあの完全食、ほぼ完全食って呼ばれてて、栄養もたっぷり入ってるから、うん、ご飯と卵かけご飯で、あの栄養を損なわず、あの、うん、ね、しかも好きだから食べていけるという現実的な回答をしてしまった、うん、生きるためにね、うん、いいね。卵といえばあれじゃん、ひとみ。私は、うんうん、だし巻き卵、うん、もうだし巻き卵大好きで、お店行ったら絶対頼むよね。めっちゃひとみだし巻き卵、必ずこれだけは頼ませてくださいっていうもので、うんうん、あとコンビニとかのだし巻き卵も、もうなんかね、おにぎりのようにして食べてるから、多分これだったらね、一日中、うんうん、一年中食べていけると思います。なんかだし巻き卵でそのお店が美味しいか美味しくないかが分かる気がするんだけど。分かります。なんかさ、お寿司屋さんとかでもさ、まず最初に卵を食べろって言わない、うん、そうなんだ、そうそう、そのお店の実力がみたいな、うん、まあ、お寿司といえば、なーちゃんがなんか甘いの来るかなってみんな思ったと思うんだけど、うん、あ、そうじゃ思った。お肉と甘いのと、しりちゃんのね、あの書いてるものが好きなんだけど、うん、チーズ、あ、そうえ、なんか今すごいお腹空いてるのと、うん、え、なんだろう、なんかあの炙られてるようなやつ、あー、わかる、あー、わかる、わかる、うんうん、お腹も持つし食べたいなと思って書きました。なるほどね。なるほど。でまあね、そんなしりちゃんは、私は、うん、もうチーズが大好きすぎて、うんうん、イメージがもうチーズだもん。もう本当にさっきもチーズリゾット食べてたんだけど、うんうん、ラジオの前にそれくらいもうチーズが大好きすぎて、3食だっけ、3食チーズでも構わないくらいチーズが大好き。え、チーズってチーズしか食べちゃダメ、うん、なんかそうだよ、ピザとかダメなの。いやいや、甘いちょっと甘いなんだよ。ダメだよ、無限じゃん。そしたら無限チーズじゃん。チーズケーキしか食べれないからね。うん、チーズだけだよ、チーズそのまんまよ、うん、それでも幸せだわそれでも幸せ、はい、まあね、そんなチーズは絶対頼まないで、あの決めないであろう。チッチはどうでしょう。私もね、チッチは絶対チーズは選ばないかなと。そう、書かない。食パン、うん、いや、パンって書こうと思ったんですけど、うん、いや、みんなにパンって書いたら何でも食べるでしょと怒られると思ったから、うん、ちゃんと食パンにしました。大好き。もう匂い嗅ぎたい、今すぐでも嗅ぎたい。うん、そうだよね。なんかすいません、すいません、ごめん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 、あのパンは鼻から、ちょ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 、すいません、あのパンは鼻から食べるよねっていう、うん、あのあことを、うん、頭の中で答えて、うん、なんかみんなは何が食べたいかなってちょっと見ちゃってた、みんなの意見を。いやー、そんな他の方は、あとは誰だ、あとはりょうちゃん、ずるい書き方ね。え、いっぱい食べられちゃった。あー、違うじゃないかな。大丈夫、判断力大丈夫。ちょっとなんか甘いね。ランネ、ランネ判定どうですか。ちょっと危うけ、まあ、とりあえず理由聞きましょうか。もうこれはもうなんかこれしか思い浮かばなくて、うんうんうん、そのオムライス入ってる、ハンバーグ入ってる、うん、エビフライ入ってる、うん、サラダも取れる、うん、あ、もうこれしかないなと思って。怒っていいかな、これいいね、あれ、まあ、でもまあ、あの要はいっぱい食べたいから、
それそうですね。でもほらお子様だからさ、だって今いくつよ今21歳です。そんなこと言ったらオードブルが食べたいですとかさ、なんかさコースコースなんとかコースが食べたいですとか言ったら、ね、無限大だからそんな回答じゃダメでしょう。エリサちゃんから飛んできた。ダメでしょう絶対に。そうダメらしいです。ダメらしいです。お子様ランチの中から一つだけです。まあそんなね怒ってるランネー、まあ、エリサちゃんとランネーだけど、はい、まあそのうちランネーまだ答えないでお願いします。はいはい、ランネージャガイモです。はいなんでだけでいいの？だから堅実的な意味それ。顔がピエしてんのかと。あ、顔、じゃがいも描いたつもり。顔かと思った。顔描いた。顔あるじゃがいもなのかなと思った。そう、じゃがいもがすごい好きで、うんうん、なんかお母さんが、まあ、妊娠、うん、要は私を産むのになんか妊娠してた時に食べたかったものって、うん、なんか子供が食べたいもの、好きなものになるんだって。うんうん、で、お母さんが妊娠した時はそうなんかじゃがいもがめちゃめちゃ食べたかったって言って、で確かに私もじゃがいもすごい好きだから、うん、うん、だからちょっとじゃがいもは毎日食べれるなって思う。え、ポテトとかダメだよ。うん、あのふかしいもんでいい全然、ポテトって何、あ、フライドポテトにしちゃダメだって思うでしょ。味付けは変更していいもん。味付けはこれのポテト、そのままでいい。うん、あ、フライドポテトのことだ。変更しよう。でもまおちゃんは醤油か塩か。え、まおちゃんは、え、私お米なんでもアレンジできるかなって書いたんだけど、あのチッチの話聞いてたらダメなんだ、じゃダメだから米もダメなんだだってそのままもこれ入っちゃうもんね、卵かけご飯も納豆ご飯も肉寿司も入っちゃうから、ふりかけありのお米とかかと思っちゃう。じゃあふりかけご飯だよ、ふりかけご飯。なるほど。でも醤油の日も欲しいし、納豆の日も欲しいみたいな、うん、でもさ、せめてお醤油とかお塩はありじゃない。あー、調味料はありかもね。調味料はありだと思う。まおちゃんアンバサダーだしさ、いいよ。あれ、あ、なんか決めてまおちゃんに優しいじゃん。なんで私優しいになってるから。甘い、甘いな、急に甘いな。え、急に優しいじゃん。なんか最近甘やかされすぎちゃって良くないから、うん、私にも厳しくしてほしいです。え、そのこと言ったら米あれで、あのその固いまま食べてもらうけど。ご飯固まらない。米の状態もダメなの。米の状態ってこと。じゃがいもふかさないでそのまま。確かにその理論だとそうなるよね。ただの潰し合いになってるんですけど。私もじゃないもんね。お互い優しくいこうね、まおちゃんね。まあ意外と、まあそうですね、お量がじゃあ一番あざとい回答でしたね。ちょっとずるい、ね、来てたんだよ、あの、うん、お子様ランチはあざといっていう、うん、あのリスナーさんの声が、ね、まあ、多分内心羨ましいんだと思うんだけどね、うん、もうずるいからもう旗だけ食べれなかった、食べれない。もうずるいので没収して旗だけにします。はい、なんか洗礼を受けてます。いいですね。まあでもやっぱあれね、食べるの大好きだからみんなすっごいこう迷うかなと思ったけど、うんうん、意外と何っていう決断はみんな早かったんじゃないの。早かったね。いいんじゃないですか。まあでも、ね、うん、お料理に関してはちょっとあれなので、うん、後で裏で。怖い、それが一番怖い。表で全部終わらせてあげて。はい、ということで、ひまぷりの、決断を早くしろバカ野郎だっけ、この野郎のコーナーでした。はい、ということでここでお知らせなっちゃんお願いします。はい、あ、やばい、またランネに怒られちゃう。どこだ、はい、ここでお知らせです。オンラインチェキは本日の8時55分までです。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ここで1曲いきましょう。はい、この間セカンドシングル2000枚を達成しました。私たちのユースフルハピネス聴いてください。引き換えに手に入れたものは何だろう。胸の奥問いかけてみた。あくびが出ちゃいそうな日々にすぐさよなら。
い、続いてのコーナーです。ひまぷり格付けランキング。はい、このコーナーでは事前に募った格付けランキング案をピックアップして、この場にいるメンバーのランキングをつけようというコーナーでございます。はーい、早速ね、いっぱいお題が来ているので、うん、ここの中、うん、ハッシュタグの中からお題を選んでいきたいんですけど、はいはいはい、でですね、このは、格付けのやつは、メンバーも、答えてもらいます。ツイートでは募集したんですけど、はい、ツイートと、まあ、この場でメンバーが、うん、例えば、なんだろう、もうこれしか思いつかないんだけど、あざとそうな人ランキングとかだったら誰が一番あざといかっていう、まあ、メンバーの中の票と、うんうん、ね、おりょうと、まあ、ツイートでね、まあ、その時リアルタイムでね、あるものを見て、あ、やっぱりこの子だなっていうのと、うん、あ、この子は全くあざとさ 0% だなみたいなところをね、見ていけたらと思います。はい、はい、そういうことです。ということで、早速私が選んだ格付けは、はいはい、モモベルさんの涙もろいメンバーランキング。あー、多いね、ここ、もうこれはさ、でもなんかみんな一緒になりそうな気がする。あのね、みんなあのお題も、あの、そう、お題ね、皆さんね、考えて、あのリスナーさんも考えてくれたので、ですけど、リアルタイムのツイートではね、皆さん、はい、あの、聞いてくれてる皆さんも、あの、うん、この子かなっていうのぜひツイートしてください。はい、今ね、ちょくちょく見てるのでね、早いじゃん、人見抜けました。すぐ決まりましたね。え、1位と1位と最下位、ね、あ、最下位、あ、最下位も、多分、あ、1位だけね、あれでいいんじゃない、ない人、ない人、でもさ、誰かに集まるかもね。そうか、じゃあやろうか。うん、いや、やんなくていい、最下位も決めようとはなってたけど、うん、なんか票がない人でいいかなと思ってたけど、そうだね、じゃあ、うん、終わった後に、終わった後に改めてもう審議すればいいじゃないですか。はい、はい、じゃあ1位だけ取ってね。あ、そういうことね。ビリも書くんだっけ、ま、ちょっと待って、迷うな。いや、1位だけ、1位だけ書いて、自分の中で1位書いて、でもその後、うん、じゃあ誰が涙もろくないかっていうところもですね、やっていきましょうか、うん、はい、OK、はい、では書けましたか、じゃあ一斉に、はい、せーの、どん、ゆいかさん、ゆいかちゃん、ゆいかちゃん、ゆいかちゃんだね。あ、そうなんだ。あ、でもお寮にしてる子も、あ、人もいますけどね。そうだね、お寮も涙もね。私もあの自分でゆいかにした。でもちっちって書いてるよね、うん、みんな一致でゆいかちゃんかと思った、ね、迷った多分。え、なんでお寮なの。え、もうまずそもそもゆいかちゃん趣里お寮で悩んで、うん、でも、もう絶対この3トップだと思って趣里、うん、そんなえ、シリーもすぐ泣くから、すぐ泣く。ゆいかちゃんも悩んだけど、やっぱりなんかそのアイドルチームがね、うん、アイドルチームであのミラソルさんが、ミラソルさんがさせていただいた時に、あの私たちがリハをしてて、あの、うん、こんちゃんの卒業の時に、その時に、うん、全然こんちゃんとまだそんなに会ったことないのに、なんか泣いてた、泣いてて、そう、2期生が、ね、それを見て、あ、涙もろいなって思った。うん、そう、いい子だなって思いました。え、でも ね、涙もろさ1位ランネーにしてる人もいる。誰？嘘、うん、イメージある私。ランネー、でもランネーがなんかそのランネも最終日に泣いてるのが印象的だ。そうだよね、熱くなっちゃう。でもランネーってさ、あんまりさ、うん、人前で泣かなくてさ、裏で結構泣くじゃん。言わないで、言わないで、裏で泣いてるから。さっきまで頑張ったからもう泣いていいとか言って泣いてて、うんうん、で、なんか私はもうすぐさま泣くから、うん、本当にごめんって思うの。ゆいかちゃんが泣くイメージ全然なかった。めちゃめちゃ泣きますよ。そうなんだ。でも大体なんか誰かの卒業公演ゆいかちゃんやばいとかはなんかめっちゃなんかあの想像しただけでなんか練習とかでもなんか泣いたりとか、あと本番始まる前にもう泣いてるから、もう自己紹介から泣いてたりとか、もう全然喋れてなかったもんね。そうだね、いろいろね。いや、私はまだみんなのことを全然知らないですね。ラジオはまあ基本的にみんなね、いつも楽しいことしかしてないから多分泣くことないんだけどね。見たことありますか、私の泣いてるとこ。いや、もう誰の、あ、ランネーがショールームで泣いてるとこしか見たことないから、なんか、うん、なんか一番泣くのはチッチなのかなって思っちゃった。勝手なイメージ、誰の涙も、ランネーの涙しか見たことないんだけど、本当にランネーにはしなかった。想像ね。なるほど。なんかチッチもでもさ、泣く時あるけど、それこそ表であんまり泣かないタイプじゃない、うん、なんか、あ、この間のあれとかも表では泣かなかったかも。どれだ、笑顔にそのいろいろ公演とかで、確かに、なんか私たちは見てる気がするけど、うんうんうん、確かに、ね、表みたいでね、やだなんか、ランネと父は恥ずかしがっておりますね。私は隠しようがないので。え、これ一番泣かないメンバーは誰なの。泣かないメンバーは
誰やる？なんとなくわかる。じゃあやろうか。え？嘘。泣かないメンバー。なんかわかんないかも。泣かないメンバー。え、でもみんなの涙を1回ずつは見てきた気がする。確かに見てるね。ゼロの人はいないな。そうだね。累計回数みたいになるよね。うん。確かに確かに。やばい、決断力怒られちゃう。今日みんなパパで行かないと。見た回数が少ないので言うとこれかな。そうしようと思った。うん、見た回数が少ないです、ね。皆さんはどうですかね、はい、見てる方とか。決まった、ね、決まった。かけたかな、はい、うん。OK。大丈夫かな、ゆうかちゃん。せーの。せーの。ドン。あ、あれ確かに。あ、でも、あれなおちゃん。なおちゃん、エリサ、エリサ、ラン ネ, ラン ネ, ラン ネ, ラン ネ。私もエリサちゃん、ラン ネ, ラン ネ, ラン ネ, ラン ネ。エリサちゃんも結構泣くよ。エリサちゃん泣くイメージある。うん、いや、なんかじゃエリサちゃんは泣くイメージあるんだけど、なんか泣く種類が違うイメージで、なんかその、ランクインさせてもらったけど、じゃあと、あの、さっき想像で言うまおちゃん。いや、私泣かない方で、確かに、まおちゃん泣かない。笑顔の方のイメージが強いから、まおちゃんかなとか思いながら、エリサ、まおっていう、決断力のなさが出てます。あと笑んねえ、あちいちゃん、お互いがね。私ちっちがあんまり泣くとこは見たことないかも。表で、表では泣く。表舞台を讃え合ってるね、この二人は。私なおちゃんは結構涙を見る気がするから。近いからね、立ってるところとかが。うん、近いから。なおちゃんはね、なんかね、綺麗にね、うまいのよ、スッて泣いてるから。なんか、なんかなおちゃんが泣いてるの生誕祭しか見たことないかもしれないっていうぐらい、なあちゃんは泣いてるとこ見たことないんだけど、多分見えてないのかも、肌が白くて。どういうこと、どういうこと。透明化しててみたいな。見えてないのかもしれない。そうだね。今ここにね、いないメンバー、おそらちゃんも意外と涙も多いよね。おそらちゃん意外、意外、めちゃくちゃ意外。めっちゃ泣く。そう、泣きますよ。そうだからね。じゃあワーストは結局誰なの。一応票で多いと。あ、私、あ、そうなんだ。そう、ひとみん、勝手なイメージね。なんかひとみんがなんか強そうっていうイメージ。なんかでも確かにひとみんはなんか涙もなんかその凛としてる、なんか泣き泣きもなんかこうなんか意志のある感じ、わかる。なんかなんか これからの、もう頑張るみたいな決意の時のなんか涙の方が多いイメージがある。なんか、そう、なんか悔しいとか、まあ、そういう時もあるかもしれないんだけど、悲しいとかよりはこれからもっと頑張りますみたいな時になんかこう涙を流してるの見たことが多いから、なんかそういうプラスの時になんかこう泣いてるイメージがある私。確かに、なんかある意味強い涙みたいな。うん、みんなの涙を全然知らないから、チッチとひとみんはもう勝手なイメージ。やれ、大事だよね。公式、そうなんだ。私結構泣いてきた。なんか泣いてるイメージはある。ね、でも多分なんかひまぷりの中で一番最初にライブとかで泣くの大体私だったけどね。最初の子。エリサちゃん。そうそうそう。あ、でもそういえばそうだね。なんか大阪のライブとか、なんか去年の始まったばっかりの頃とかはずっと私だけが先陣を切って泣いてた。涙の先陣ね。口を抜けてた。まあでも票数で言ったらエリサちゃんが1位。じゃあこれから泣かない女で頑張っていこう。いや、むしろもっと涙を出していこう。はい、次行きましょう。泣く女になりたいけどね、私。可愛くない？泣く泣いてると、女の涙に弱いって言うじゃん。可愛いな。まおちゃんの涙いつか見れるかな。仲良くなりましょうね。でもひまっぷりのアンバサダーが終わるときは泣いちゃいそうな気持ち。そんなこと言わないで。泣かないで。その時はみんなに号泣してほしいな。目薬でも用意。めちゃめちゃ泣くよ。次のじゃあね、ランキングをじゃあまたまおちゃんに選んでもらおうかな。どうしようかな。次はどうしましょうか。結構いっぱい来てたもんね。あざとい、あざと可愛いことをしてもあざと可愛くならないメンバーランキング。あー、そこをつくってことね。どなるほど。あざと可愛いことをしてもあざと可愛くならないメンバーランキング。あー、分かった。難しいね、すごい、なんか深いね。ミノキチさんのお題ですね。おー、ありがとうございます。ってなってくると、あの、いつものさ、常連団たちはもしかしたら撤退するかもしれない、ひまぷりの。あざといことをしてもあざとくならないメンバーだから。いや、私一択だった、これ。私もって書いちゃった。え、前、私も決めた。私も決めた。
なんかこれちょっと一致すると嬉しいね。確かに。これさ、みんなさ、あ、決めた決めた決めたとか言ってさ、全員バラバラだったらさ、一致しない系だと思うけどな。あ、本当？ばらけそう？嘘。でも2人で迷ってるな。おお。ああ、じゃあそういうとこでばらけるかもね。かけたかな？かけましたか？はい。はい。では行きます。せーの、ドン。あ、確かに。おそらひとみん。ひとみん誰かいた。あ、ちっち、しゅり、えりさちゃん、まおちゃん。えりさちゃん。えりさちゃん。ひとみん、ひとみん。あれ？いや、ひとみんじゃない？ひとみん、ちょっと納得しちゃったかもしれない。ならないとか、あざとくできないタイプ。めちゃめちゃ綺麗なコメント来てる。あざとさとは無縁のゆいか姉さんって来てる。なんか素直に生きてるから、ずっと素直に生きてるから。ゆいかちゃんってしようとしたんだけど、ゆいかちゃんあざとくなさそうすぎて、逆にあざといことしたらギャップ萌えとかしちゃうのかなって。あー、じゃあこれからちょっとたまに、あの、ワンシーズン2回ぐらい出して。見たい見たい見たい見てみたい。シーズンものあざといみたいな。今見てみたい。みんなゆいかのこともっとツイートしてくれないとピエンだよ。ダメダメダメ。違うの？違うの？違うのね。顔が可愛い。可愛い。顔が可愛い。違うのね。可愛い。可愛い。可愛い。頑張ったね。めっちゃ可愛い。恥ずかしいよ。でもひとみ、私はひとみ。確かにそう考える。じゃあひとみひとみやってもらおう。あ、そうだね。あの、あざとく見えないあざとさを。いや、あざと、全力あざとさを。そのままでいいんだよね。あ、そうだね。そのまま、うん、あざとくやってっていうの、ね。わかった、勉強するわ。なんかセリフとかはないんですか？うん、自分で自分で。はい。厳しい。みんな、私のことずっとずっと好きでいてね。おー、かわいい。それか。うん、えん。最後の何？最後の何？最後の。いや、もう本当に変な声が出ちゃうんですよ。ひとみんも顔赤くない。でもゆいかちゃんの方がもっと赤くなってた。スリ笑いすぎだから。しかもあざといことしてねって言って最後にピエンってつけるってやっぱり。すごいな。優勝。いや、なんか私さ、なんかこの前なんかシリがそのひとみんのなんかそのあざとかわいいとこで、うん、あ、なんかそのなんかチェキかなんかで、うん、なんかホイップクリームを、うん、なんか鼻につけてるみたいなことを言ってて、うん、あざといよねみたいな感じでシリが言ってた時に、でもひとみんってホイップクリームとか鼻につけてても別になんか全然あざとくないなって思ったの。ひとみんがやっても普通に自然にかわいいかなって思ったから、うん、これで選んだ。可愛いとあざといの違いって何？可愛いとあざとい一緒だと思っちゃうんだよね。私あざとさとは無縁なのに、私がその定義分かってると思う。よし、これはお寮の出番かしら。あざといの定義は？全然そんな。あざといの定義は、やっぱでも私も可愛いだと思ってて、可愛いをこう狙いに行ってる？なんか自分で言うの自分で言うおかしいか？おかしいか？あ、なんかめちゃめちゃなんかこう名言みたいなこと書いてる人がいる。あざとうとい。あざとうといっていいんじゃない？でもさ、ちょっと気になるんだけどさ、まおちゃんがさ、今あざといと可愛い違う、わかんない、あざといが可愛いだよねって言った上でさ、回答が私ってことは、私どんなにあざとくやっても可愛くないと思われてる。え、そういうこと？そういうこと？ピエン、ピエン。名古屋の時に、なんか名古屋の時に酔ったエリサちゃんを見て、なんかそういうイメージがついてた。酔ってた、私。酔ってた。寝起きのエリサちゃんじゃなくて。寝起きはやばかったね。寝起きはやばかったね、確かに。そう、寝起きはすごくやばかった。じゃあ逆に、これ逆とかある？これ逆はないよね。これ逆はないね、多分ね。逆はないですね、多分。はい。じゃあラスト1問。ラスト。これ盛り上がるね。面白いですね。めっちゃ楽しい。見てくださる方とかもね。恥ずかしめられたけどね。最後、まおちゃん、なんか1個いいの。どうしようかな。迷うな。あざとさの定義はね、狙ってるのが見えたらあざといかなだって。ああ、じゃあ狙ってるように見せなければあざとくはないってこと？ファンを捕まえるのが上手そうなランキング。なるほどね。これもさっきと似てるから、社会勉強大好き。捕まえるのが上手そうなんだよね。捕まえる、上手そう、上手そう。みんな同じく書きそうだけど、
どうだろうね。じゃあこれラストなんで。捕まえるのでしょ。これ別に揃えようとしなくていいんだよ、ね、急に心が一つコーナーにならない。私が思う子でいいんだよね。うん、みんなかけたら、やばい、今私の決断力が鈍ってる。急にあんなにさっき怒りの鉄拳を食らわしてたのに。オッケー。はい、ではじゃあ最後一斉に出しましょう。はい、せーの、ドン。シュリさん、ランネー、ランネー、なーちゃん、で、りょうちゃん、お量ですね。なーちゃん、シュリ、ランネー。え、結構ばらついたけど、ランネーじゃね。ランネー一番ロックオンしすぎた。さん、でも確かになーちゃん、あーなーちゃん、え、だから掴むだからなーちゃんかなって思った、うん、確かに、ずっと一回掴んでなんかずっとなーちゃんの沼にずっと沈ませっぱなしみたいな、うん、感じだけど、でもランネーとやっぱお量が多いのかな、シュリも意外と、でもランネーがこの中だとダントツかな、うん、確かに、ね、やっぱロックンのイメージがあるからさ、捕まえるって感じのイメージがあった、まあ、確かに捕まえるという感じはなんか似合う感じはする、似合う、なんか捕まえてるって感じはする、なんかどこまでも追いかけていく。逆に追われるんじゃない。あ、でもね、あのリスナーさんでもね、ランネーさんかなって来てるから、じゃあこれは1位はランネーということで、じゃあいいでしょう。引き続き捕まえます。ロックオンに拍車がかかりそうですね。はい、はい、ということで、以上ひまぷり格付けランキングのコーナーでした。イエーイ。いや、もうこれかなり盛り上がったからまたやりたいね、引き続きね、また楽しくやっていきましょう。ということで、ね、今回は、お送りしてまいりましたひまわりサンデープリンセスの休日、お別れの時間が近づいてまいりました、ここでひまわりプリンセスからのお知らせです。はい、ひまわりプリンセス公式 YouTube は毎週金曜日に更新しております。井口さんも出演していただいてるので、ぜひぜひ見てみてください。チャンネル登録絶対お願いしますね。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。そして最近私は YouTube の更新を頑張っていたり、はい、新潟の NST さんのガタチューブっていう番組に出させてもらったりしてるので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、で、あとは、次は、10月9日ですね、10月9日に原宿レノンでひまぷりファッションショーの秋オータム、ファッションショーが行われます。またね、私がちょっと演出とかを考えさせてもらってるので、ぜひそれを見に来てほしいなって思うし、今までの、ショーとまた構成変えてるので、そこも見どころですし、あとはなんといっても撮影席もございますので、皆さんぜひ写真を撮りに来てください。はい、続いて12日がですね、ソフマップさんで 無観客ライブがあります。無観客ライブなんですけど、そちらがですね、あの LINE ライブで、あの視聴無料ですることができるので、皆さんぜひ見てください。もうカメラのアングルとかもすごいので、もうなんかテレビ番組をね、見てるかのような、あのこのアングルなので、皆さんチェックチェックです。楽しみにしててください。はい、そしてその次の日ですね、10月13日夜の7時から YouTube の生配信番組トーキーアバウトミニに私たちひまわりプリンセス出演させていただきます。で、こちらがですね、あの番組 YouTube の YouTube で行われますので、コメントもどんどん読んでいくので、ぜひ見ていただけたらなと思います。そしてそれに伴ってトークポートというひまわり初の、まあ、1対1で、まあ、お話ができるあの物販もありますので、こちらまだ受け付けております。全員マンワーク目指しておりますので、ぜひ遠慮なさらずに皆さんいっぱい入れていただけたらなと思います。はい、そして配信今頑張ってるね、メンバーから告知それぞれお願いします。じゃあ私いいですか。はい、お量いいよ。だからどうぞどうぞやっちゃって。いや、じゃあ、ゆいかちゃんから行こうか。はい、ですね、明日からなんですけど、ショールームにてイベントが始まります。18時からビスリーダーズっていう、まあ、ビスの雑誌の、インフルエンサーの、オーディションになります。私モデルとか、まあ、ファッション雑誌目指して頑張ってるので、あのその一歩大きな、一歩になるかなって思ってるので、応援よろしくお願いします。頑張って、はい、ありがとう、はい、じゃあお量行こうか。はい、私もね、あの先ほど予選が終わったんですが、決勝にもし進むことができたら10月7日からまた決勝戦が始まりますので、もう決勝はもっともっとね、あの厳しい戦い、何の決勝戦、そうだった、横浜美少女図鑑さんの、あの掲載イベントがやってまして、そちらの方に出演させていただいてるんですけど、
ますので、そちらの方10月7日からよかったら応援よろしくお願いします。はい、そしてランネ本日動画投稿アプリマイスターで出ているイベントが最終日で、アニゲイレブンっていう、まあ、あの声優さんがメイン MC をさせしている番組になんと出れるというイベントに出てます。1位のみで今すごくずっとあのこう行ったり来たりしてるので、絶対最後1位取って番組出演したいです。よかったら応援お願いします。そしてなちゃん、はい、マシュバラっていうアプリでありがてーな TV っていう毎月日曜日にレギュラーで出てる番組があるんですけど、うんうん、そのイベントが14日まであります。無料で見れたりとか無料のポイントでも応援できるので、まだダウンロードしてない方ぜひ応援よろしくお願いします。はい、これで大丈夫かな。はい、はい、皆さんよろしくお願いします。では最後にシュリちゃん、あのコーナーをババンとお願いします。はい、成田シュリの今日のナイス。やったー、待ってたはい、私が選ぶ今週のナイスはダガ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 じゃん、ひとみです。なんでなんでひとみ、私理由なさそうな時よく選ばれるんだけど、理由を聞いてみようかしり。はい、なんかひとみ個人的にちょっと今日ツボだったから、さっきのあーみたいなやつ、ね、なんかひとみって突然なんか語尾にうんってついたりとか、なんかひとみの言葉のツボに今日ハマってしまったので、うん、今日はひとみが今週ってかナイスに選ばせていただきました。やったー、はい、おめでとうございます。ナイスいただきました、はい、ということで最後の楽曲をちっちゃお願いします。はい、最後はオリコンインディーズチャート1位を獲得した私たちの大切な楽曲です。どんな困難な状況でも前を向いて頑張ればきっと夢が叶う、そんな思いが込められた楽曲です。ひまわりの帰り道。